どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はガチホコの周りを抑えるのが大事、トラストのガチホコを後付け解説となります。前回のヤグラに続いてガチホコの解説です。前回同様、ガチホコをする上での意識やプレイ中の思考をまとめていきたいと思います。ガチホコは個人的に一番好きなルールになっていますが、前衛と後衛では動き方が全く違うので、耳使いの人の参考になれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずガチホコをプレイする上で意識していることを話していきたいと思います。ガチホコに関してはルール関与すると1デスする可能性があるリスクの高いルールかと思います。正直他のルールよりも関与を多めにすると極端にデス数が増えやすく、試合をコントロールしにくいルールだなぁと思ってます。特に後衛はガチホコを運ばざるを得ない状況もありますからね。自分とルールの管理が難しいバランスだなと思います。そんなデスが重なりやすいガチホコですが、意識していることがあります。それはホコ周りの処理を徹底するということです。もちろん後衛としてチャンスがあればホコを運ぶことを優先しますが、まずはその環境をしっかり作ることが大事です。特にガチホコはゴリ押しができるルールでもあるので、1デスや複数人のデスが起きると一瞬で逆転されます。そのためガチホコを持つ時というのは、必ずと言っていいほどカウントを進めれるような環境を作らないといけません。そのためにはホコ周りにいる敵を2人以上はしっかりと落とし切る必要があります。これができない限りは常に睨み合いになっていると言ってもいいので、気長に相手を倒すことを意識しています。逆に焦って持っても人数不良を招きますので、あまり良くないんですよね。しかもスペシャルゲージも無駄に失ってしまうので悪循環となります。我慢が大事です。ではガチホコ全体で意識していることはお伝えできたかなと思いますので、後付け解説をしていきたいと思います。武器で割れる割れないを判断しています。初動のデスと動きを決める大事な場面です。これをしてないと初動死をよくやりますね。いつもは右高に行きますが、今回は前衛が高台を取っていたので下に降りて中央に向かいます。中央の方が有利ですからね。すぐさま中央に上がり視界を確保します。スペとポイズンでクリアリングをしています。ここはガチホコを持たなくてもよかったなというところです。まあ、ちょっと焦って持ってしまったところですね。できれば倒しきりたかったところです。マップ自体が広いので飛ぶか悩んでいます。今回は中央付近が取れるので飛んで中央の制圧を優先しています。またスペシャルを使った後なのでゲージがないことも加味して飛んでます。人数不利が続いていたので、ここはしっかり防衛の準備をしていきます。ポップソナーは速攻で破壊します。味方の動きが制限されるので破壊を優先です。早めに矛を確保していきたいんですが、焦って出ると的にされて倒されてしまいますので手前処理を優先しています。まあ、ここでカウントが進んだ場合はもう仕方ないです。ここは射程の調整をしていたので決め打ちを考えてました。焦らずに降りないと防衛を成功できるので意外と大事です。まあ倒せなかったら倒せなかったですね。正面の敵が降りたので、ここでやっと関門付近に近づきます。
味方3人が前にいて、かつ右側の敵が奥目だったので、ここは矛を持ちます。足場も悪いし、スペも今ないので、ここ所で足場を確保しながら牽制していきます。焦らないのが大事ですね。味方が2キルした上にローラーが前にいたので、ここは一旦前に出てキープを狙います。キルは取りましたが、視界が悪く運べる判断としては難しいので、一旦持つのはやめてます。あえて持たないっていうところですね。目の前のバレルを倒したので、メガホンで邪魔と索敵をします。無事関門が取れたので、援護に回るため中央高台に移動します。視界が悪いし有利に進めるためには高所を取りに行くのが大事です。カメライドは必ず壁裏に隠れます。無敵時間伸びたのもあって借りづらいんですよね。なのでしっかり自分の身を守ってから倒しに行きます。ナイス生にクワホが見えたので、下がりながらしっかり処理をします。先に逃げるとナイス生を狙いづらいので、逃げるっていうのは大事ですね。ここを運ばれてもいいようにポイズンを投げておきます。足場も敵に行くだったので、クリアリングも兼ねてます。この位置から相手の攻撃をひたすら邪魔するのは大事です。右側に降りていった敵も視界でしっかり見えてます。この辺り見えるっていうのは大事ですね。ここで一旦下がります。に落ちしてますし、左を塗られていたし、時間も終わり間際なので、デスは絶対できないシーンです。こうなると、防衛に向けてしっかりと手下を貯めることと、防衛箇所の確保というのが重要になります。という感じで、解説は以上となります。この試合をする上で意識していたことは、中央有利ポジションの確保の徹底ですね。普段ならもっとスペシャルを回す意識をするのですが、マップ自体が広いこともあり、中央を優先しました。どのルールでも言えますが、中央を抑えれる時間が長いほど、こちらが有利に動けます。動けるというよりも行動の選択肢が増えますし、相手は攻めてくる必要があるので、追い返すことができれば有利になります。中央を奪うことを第一として動けていたので、ポジション確保からの押し込みは良かったのではと思います。逆に防衛のシーンは確実に生存してメガホンも売っていたので、この辺りは癖にするのは大事ですね。でも一番は矛をむやみやたらに持たなかったので、不用意のですが全体的に減っていた気がします。味方が矛を運んでいるときはしっかりとルートの確保と抑えができてましたからね。このあたりやっぱ協力することが大事かなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ガチホコの周りを抑えるのが大事、トラストのガチホコを後付け解説はいかがでしたでしょうか。ここに関しては XP18 スタートだったこともあり、いろいろ苦労したルールだなと改めて思いますね。ですが今回のような試合展開をすることで 2-3 までトラストで上げることができたので、安定した動きになってくるのかなと思います。ガチホコは持たないとカウントが進まないルールですが、持つなら確実にカウントを進めたいルールでもあります。運ぶまでに環境を整えることが非常に大事かと思いますので、運んでカウントが取れない人は状況を確認してみるといいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。